はい、こんにちは。プレイアートクリエイターの相澤です。本日ご紹介するおもちゃは、乳児用の玩具と、考えていいかな。はい、スタジオノートさんというところが作っている、カラコロのブロック角というやつをご紹介いたします。はい、それでは見ていきましょう。ブロック角ね、これだけのもんですよね。これだけのもんね。どうやらね、このね、あのスタジオノートさんってね、カラコロシリーズ名なのかわかんないんだけども、ビー玉を使うのがまあなんか、木製品であって、ビー玉を中に仕込むっていうのがまあ、よくあるパターンみたいな感じですね。で、これのね、面白いなって思う瞬間があってね、何かっていうと、ここ黄色と青の、ビー玉が仕込んでありますよね。これがこうやってピッてやると、あれ？色が変わったって思う、この瞬間がね、楽しいなと思ってね。で、まあ、こんな風に遊んだりとかね、これだけのもんなんですよ。なんかね、緑をこっちへやりたいとかって思っても、ここには通路はないから、緑はここにしか行かないんだけども、ここに、控えている青がここで見えるっていう、これだけのもんなんですね。だからまあ動きはこれだけなんだけども、なんかね、楽しいんですね。で、まあおそらくはこれは乳児用の玩具かなって思うんだけどね。カラコロという焼き印が見えますかね。で、まあシンプルで、この辺の仕上げもね、なかなか美しくて、これ今ちょっと調べたら1300円だっけ、1700円ぐらい。安いよね。安いですね。で、うまいことこうすると色が、はい、4つとも見えますよみたいなね。1375円だって。安すぎだよね。はい、まあでもこれ重さからしてね、武田さんところの子供が、今一番下の子が2ヶ月だってね。ちょっと重くて持てないかもしれませんが、なんと鬼達ね、鬼達なんていう名前でみんな呼んでますが、この人はね、仏の達なんですよ、実はね。ですから鬼達の一番下の子供、何番目ですか？4番目ですよね。4番目の子供、4人とも男っていうね、なんといううちでしょうか。はい、これを名前は何て言うんですか？しんちゃん。はい。じゃあ、ここで、鬼達に、武田しんちゃんに、はい。これを、はい。プレゼント授与式。パチパチ。ありがとうございます。はい。ということで、本日は、ブロック角というね、カラコレシリーズ、スタジオノートさんの、製品をご紹介いたします。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。